皆さんこんにちは。はるみ節と呼ばれるうなり声のような拳回しとダイナミックなビブラートがトレードマークの宮古はるみさん、眼頭病の現在や過去のホームレス生活の実態について紹介します。まずは戸はるみさんの経歴とプロフィールから紹介します。戸はるみは日本の女性元演歌歌手、元音楽プロデューサーです。はるみ節と呼ばれる独特の力強い歌唱法を持ち、昭和後期を代表する国民的演歌歌手として数多くのヒット曲を世に送りました。京都市出身、父は在日韓国人のリマサジ、母は日本人の北村松代でハーフである。小学校の時から北村はるみの名で通い、京都市立唐久中学校の卒業証書を手に取った時、初めて自身の本名がリはるみであることを知ったという。芸能好きの母親がはるみが5歳の時から日本舞踊とバレエを習わせ、6歳の6月6日から母親自ら浪曲と民謡を教え始めました。洛陽女子高等学校の当時の学校長の話によれば、いきなり歌手になりますと言って、当時似たような若者は多く、そのうちの一人としか思っていなかったが大成功しました。戸はるみさんは6歳の6月6日から芸事を習い始めました。生まれ育った京都ではその日から習い事を始めると成功するという迷信があるのだとか。芸能の世界を目指していた母北村松代さんは自身の夢を娘に託したのでしょうか。幼い宮古はるみさんは音楽の学校から帰ると母のレッスンを受ける日々を送り、後年それが嫌で嫌で仕方がなかったと回想しました。そして1984年、実績人気ともに絶頂期だった36歳の時、突然の引退を発表しました。普通のおばさんになりたいというフレーズは有名です。1963年、第14回コロンビア全国歌謡コンクールで優勝。1964年、困るのことよでデビューしました。同年、あんこ椿は恋の花がミリオンセラーになる大ヒット。第6回日本レコード大賞新人賞を獲得しました。はるみ節と呼ばれるうなり声のような力強い拳回しや波打つような深いビブラートが独特で、昭和40年代から50年代にかけて数多くのヒット曲を生み、名実ともに日本を代表する女性演歌歌手となりました。そして1984年、実績人気ともに絶頂期だった36歳の時、突然の引退を発表しました。美空ひばりさんの死をきっかけに復帰するも、2015年に再び休業宣言。2018年にはデビュー55周年記念として過去の野外コンサートの DVD をリリースしましたが、プロモーション活動に姿を見せることもありませんでした。現在芸能活動は完全に休止状態のようです。メディアに最後に出演したのは2016年2月18日のラジオ番組大沢優里の悠々ワイドでした。番組内で近況について語ったところによると、精神的にすっきりしており、演歌ではない CD を聴いたり他の歌手の歌を歌ったりしているとのこと。仕事に追われない気ままな音楽ライフを楽しんでいるようでした。肝心の活動再開については言葉を濁したまま、引退を告げた時に何も言わなかった母は他の人にははるみに捨てられたと嘆いたそうです。引退後は本屋をやりたかったという宮古はるみさん、あくまで想像ですが、もしかしたら宮古はるみさんは職業歌手として歌うことに少し疲れてしまったのかもしれません。宮古はるみという看板から解放されたかったのではないでしょうか。戸はるみさんは2013年に急性喉頭炎と急性気管支炎を発症しました。症状は発熱などはないものの、声がかすれてしまっていたとのことです。そのため入院当初はコミュニケーションの手段もメールおよび筆談で対応していました。ご本人は当初すぐ復帰する意向をコメントで示されていましたが、その後の状態を考えるとそれも難しいということでしょう。急性気管支炎はエブリリトルシングの持田香織さんも患った病気です。彼女の場合は本当にすぐ復帰してしまった結果、歌声が変わってしまったという声も多く、ご本人も悩まれていました。こうした例を見ても歌手として命取りになりかねない病気と言えるでしょう。宮古はるみさんもまたこの経験を経て2013年から引退をほのめかすようになったそうです。失声がトラウマになったとも報じられていて、やはり心配はつきません。あるいは
その中にはまだファンの中にある都はるみの声が出せるうちに引退しようという思いもあったでしょうか。他方、とはるみさんの入院時には同期の絆を感じさせるエピソードもありました。同年2月8日にアプリコ大ホールで公演が予定されていたとはるみさん、6日に不調を訴えていたことからそれは中止かと思われました。しかし当日はなんと小林幸子さんが代役を担う展開で開催されたのです。本来なら活動50周年ポスターの撮影が入っていた小林幸子さん、それを都はるみさんの方が大事だとこれを引き受けたのでした。実は小林幸子さんはその後に行われる台湾公演に合わせた機材の運搬スケジュールもずらして公演に臨まれたそうです。とはるみさんの入院は残念ではありますが、大ベテランの友情には胸を打つものがあります。とはるみさんは1979年に歌手の浅月ひろおみさんと結婚し、1981年に夫婦でデュエット曲二人の大阪をリリースしました。1982年の離婚後、浅月ひろおみさんは作曲家に転じましたが、2009年に膵臓がんのため死去しています。その後は音楽プロデューサーの中村和義さんと事実婚関係にあったようです。中村和義さんには妻子がありましたが、とはるみさんを公私ともに支えた存在であり戦友であり同志でした。しかし中村和義さんは2008年に突然自らの命を絶ってしまいます。音楽プロデューサーの中村和義さんが東京赤坂の自宅マンションで健康器具にロープをかけて首を吊って亡くなっているのを訪ねてきた事務所のスタッフが発見しました。中村さんはかつて都さんの大阪しぐれ、なにわ恋しぐれ、夫婦坂などのヒット曲を手掛けられたほか、とさんが1987年に音楽プロデューサーとして復帰し、新人演歌歌手大和桜さんを発掘デビューさせた時も協力サポートしました。また1989年からはとさんの個人事務所プロデュースハウスとの代表取締役社長に就任し、都さんの CD はもちろんコンサートの企画や構成を手掛けるなど音楽活動の一切を仕切られており、この年もとさんのデビュー45周年を記念しました座長公演好きになった人か東京新宿コマ劇場で中村さんの構成演出で行われ、3月20日の千秋楽まで見守られていたのですが、これが中村さんの最後の仕事となってしまったのでした。この頃の都はるみさんの周辺を調べてみると、およそ4ほどの間に母の北村松代さん、恩師市川翔介さん、元を浅月ひろおみさんを相次いで亡くしています。とりわけ最も頼りにしていた中村和義さんの自殺には大きなショックを受けたことでしょう。借金苦という話もあるようですが、遺書もなかったと言われていますから、原因も闇の中となります。その最中、都はるみさんもご自身を責めたかもしれません。年齢や病気の過去に加え、こうした背景を考えると、彼女の引退理由である心身ともの疲れにはやはり説得力があります。紅白歌合戦の29回出場、日本武道館の9回公演を果たした都はるみさん、復帰を熱望するファンも多いと思います。しかしあまり無理をしてほしくないのも事実です。今は静かな環境で英気を養い、いつかまたはるみ節を聞かせてほしいものです。都はるみさんの今によりクローズアップしたところ、週刊誌に知人のコメントを発見しました。それによれば、ゴルフをたしなむなど充実した日々をお過ごしとのことです。一部でささやかれた健康不安説も、やはりこの様子なら安心ではないでしょうか。2020年2月22日には人とようさんや水谷千恵子&チャゲさんらが参加したトリビュートアルバムが発売された都はるみさん、それが都はるみを好きになった人トリビュートトゥはるみ都です。発売日も彼女の誕生日と、まさに彼女への称賛の思いが込められた一枚となっていました。その中で千年のことを歌うのがあの大竹しのぶさんです。発売に際して彼女からもいつまでも歌い続けることを願うコメントが出されていました。くしくも2020年6月の長野日報の記事では、 NHK 調や連続テレビ小説エールの主人公古関裕二さんが手掛けたレコードが民家で発見されたと報じられていました。
その中には宮古晴美さんの歌うみんなの願いも入っていたそうです。もしかすると仲間たちと共に古関裕而さんも天国から彼女の復帰を後押ししているのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。